なんで日本に来たのかというと、一番の理由はやはり兵役逃れの方、兵役免除もあり、学生で永住権を取るというのも前例が日本だとないので、初の学歴で永住権を取った人、主張論文3本で8個取れるので、僕主張論文11本あったので、東大博士ちょろすぎ笑ったな。3月のうちに永住権が出ないと僕兵役に連れて行かれる身だったので。そうだったんですね。どうぞ、始まりました、もちちゃんです。今回はですね、またカリスさんに教えていただいたんですけども、はい、やっぱりですね、カリスさんはまあ、ね、韓国の風民で炎上を引き起こすのが得意ということですね。おお、得意なんだ。16歳で東大合格して、うん、うん、そして、ね、博士も東大で取ったわけですよ、ストレートで。で、 AI 博士で、で、まあ、新たな、ね、企業で始めたわけじゃないですか、うん、仕事を、はい、あと論文もね、めちゃめちゃ通りましたからね。そうですね、14本しか出してないんですけど、いや、めちゃめちゃ通ってるじゃないですか、14本って、はい、しかもペースが半端なかったです、ね、そうですね、まあ、主張論文3本で博士号取れるので、僕主張論文11本あったので、すごっ、まあ、東大博士ちょろすぎ笑ったみたいな。いや、それ史上初ぐらいのスパンで言うと、まあ、そんなことはないと思います。だ、極めて稀だと思いますね。めちゃめちゃ稀、はい、ですよね。そんなカリスさんですね、史上初学生の時に永住権獲得しましたよね。そうですね。そもそも僕なんで日本に来たのかというと、一番の理由はやはり兵役逃れの方、兵役免除もありまして、やはり僕は生まれた時からずっと、まあ、兵役に連れて行かれるのは嫌だと思っていたので、まあ All my dead body、 まあ死んでも嫌だっていう感じだったので、はい、だから、まあ、自分らしく生きるために、まあ、日本に来たという感じですね。だから、まあ、それを成就するためにはどうしても、まあ、日本で永住権が必要だったんですけれど、うん、ただ学生で永住権を取るというのも前例が日本だとないので、だからそこで僕だけがもう天才で、もう他の人とももう比べ物にならないぐらいもう前例のない天才なので、俺にはもう例外認めるべきだというふうに法務省と交渉して、なんとかもう納得させて取ったのが、まあ、その日本の永住権ですね。いや、それまずそもそも16歳で合格も前例ないですよね。あ、そうですね。16歳で東大に合格して、まあ、論文も十数本出していて、毎年海外のトップ大学もケムシ大学とかに行って、まあ、招待研究していて、日本でもこんだけもたくさんもう席を持っていて、業績もこんだけあって、もう推薦状この3枚も日本のトップの、先生方からもらいましたで、これでこれみたいな。それで炎上するってすごいですね。150枚も書類揃えても出したね。それで永住権来た、はい、150枚です、はい、死ぬかと思いました。すごい。さらにあれですね、ワンステップで終わったわけではなくて、はい、僕永住権を取る前はその行動専門職ってやつまず取ったんですけど、はいはい、日本の行動専門職は、まあ、働いてる人限定ですけれど、まあ、それを取ると1年でその永住権をもらえるというものがあって、はい、多分そのためまた80枚とかアマゾンに書類を揃えて、まずそれ取って、それもなんか働いてる人じゃないですよ、僕ちょっと、研究施設で RA としてちょっと働いてるんです、はい、まあ、バイトみたいな感じ で、はい、でそれで、あ、僕働いてるんですけどって言って、まあ、それでちょっとご了承して、でなんかこの専門職を取って、まあ、それをもとに永住権申請ということに確認しました。すごいですね。まさにもこじつけで取ったという感じ、はい、あ、そうですね、なってる、もう逮捕されに、あら、ウィーンって、いや、すげえ、そんな感じで来た、うん、あ、そう、そもそも韓国の留学生のね試験で、そう、大検取って、はい、16歳でその留学生試験でボーンとすごいいい点取って、 でも東大行ける権利を得た、はい、しかし東大側は16歳を入れることができないっていう、はい、いわゆるどっちも韓国側も日本側もどうしようってなったってことですね。初の事例だったわけですよね。一応日本の東大は18歳じゃないと、うん、その1年生スタートできないっていう、だから僕その東大の中の日本語教室みたいな、高学部2号館にあって、そこに通ってましたね。会話させられてました、ね、NHK とか見てなんかもう知らまぼけみたいなことをなんか延々とやらされてて、高学部2号館、うんうん、そっか、そういう感じでやったわけです。初の学歴で永住権を取った人みたいな感じですよね。そうですね、もう能力だけで取ったの、僕が史上初なのに日本で、うん、今までどういう人たちが取れてたの、まあ、僕らが知ってるのってなんか相撲取りとかなんで、はい、大体あ普通だから働いてる人ですね。エンジニアだったりとか、エンジニアとか、あるいは結構まあ経営者だったりとか、そういう人が多いんですけど、まあ、僕は学生で、まあ、もちろんまあその自分の家族、まあ、親がまあ日本人とかもハーフとかもそういう人を持って初めてですね、はいはいはい、
あ、なるほど、そうか、そういう人はいるわけですね、はい、もちろんね、親が日本人でとかはあるけど、うんうん、そうじゃない場合では初、完全に日本人じゃなくて学生で永住権を取ったのは初めてと、うんうん、あ、まあ、僕もこれはまあ前例がないということで、もう針の穴を通すような 1% 以下の確率しかないということも分かっていたんですけれど、というかもう僕この永住権が出たのも3月末だったので、はいはい、このあとはまあ3月のうちに永住権が出ないと僕平均連れて行かれる身だったので、そうだったんですね、そうですね、僕もう、死にそうにもうメンタルボロボロだったんですけれど、でもな、まあ 0% と 1% だと、もう僕は絶対に 1% の方に行くべきだと思っていてですね、まあ、それだけじゃなくて 1% は限りなく 100% に近づけるために自分のできる限りのことはやるべきだと思っているので、だって僕は生まれながらにして自由だと自分は思っているので、だからその全てをやり尽くして、だからこそまあ日本の永住権とそして自由を同時に勝ち取ったという感じですね、うん、そうだったんですね、連れて行くからもうぐわーってやるところだったんですね、はい、だから僕その韓国の兵役を投下するところから実際に早くなんかその検査来てねっていう、はい、そういう、はい、通知が来てて、すげえ、はい、それでも東大博士でもどこに入れられたんでしょうね、いいとこ入れられたのか、それとも普通に鍛えるやつとかやったの、普通に鍛えるとこもう分かんないです、もう炭鉱とか連れて行かれてもうこんなにやってたんじゃないですかね、すげえ、そっか、まだ決まってるとかではなくお知らせですもんね、はい、もう早来いと、お前もう日本にいられないよって、すごい、それは恐怖ですね、その1ヶ月、いやもうめっちゃもう1ヶ月どころじゃなくて、もう結構2、3年ぐらい前からずっとなんか、あ、まあ、この日が近づいてる、俺はもうどうしようみたいな、ただまあそこでパニックで何もしなければもう自分の人生はまあドブに捨てられるようなもんなので、うん、それだったらやっぱり行動すべきだし、行動すれば自分の人生が変わるってことを僕はまあ固く信じてるんで、兵役行ったら今何年ですか、今2年、今そうですね、僕今27歳ですけれども、2年後に、29歳になります、2年も兵役連れて行かれて僕も専門知識が全て忘れちゃいますよね、じゃあ今後僕人生どうしようみたいな感じになるじゃないですか、ほう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 、まあそうですね、肉体労働のとこに入っちゃう、肉体のとこに入ると忘れちゃうって人いっぱい、僕の友達もその兵役がもっと長かったじゃない、3年とかの時代が、それで入って英語が得意で大学入ってたのに、バナナが描けなくて なるほどバナナが描けない笑ったって感じですよね、そんな BANNA なんてもう、うん、こんな簡単なの描けなくて、そういう風になったっすよね、うん、いやまあ確かにそれは大変だったわけですね、そうですね、永住権取ったらもう韓国側は言えないと、そうですね、一応まあ正当な権利なので永住権ということは、まあ、移住ということで、永住権だとパスポートどうなんですか、パスポートは韓国ですね、はい、それいずれ日本のにできたりとかするんですか、あ、まあ僕が永住権じゃなくて日本に帰化しようとするいくらでもいつでもできます、期間がまたあるんですか、はい、そうですね、ただ権利として帰化、つまり日本人ということと永住権基本的には変わらなくて、はい、まあ要は選挙で投票できるか否かぐらいしか差ないんですよ、ああそうなんですね、これ活動制限とかはまあ何もないですし、日本だと、あ、そっか、帰化して横綱になったりとか、帰化して日本代表としてサッカーでプレーしたりとかっていう人が結構いますもんね、帰化は別に考えてないですか、やってもまあ問題ないですけれど、ただもうまた3ヶ月ぐらいもう死ぬほどもう書類150枚とか集めてまたやるかというと、ちょっとその既読はちょっと分かんないですね、なるほど、あ、確かにそれはやりたくないですね、まあまあまあそうですね、なるほど、いやそれは良かったですね、今後はどんな活動するんですか、そうですね、今も今日本で一番大きい医療 A のベンチャーで、CEO 補佐として働いていまして、うん、半分はそのエンジニアリング、うん、つまりまあ研究開発に携わっていて、残り半分はビジネス展開の方に携わっているので、もう医療 AI でみんな健康かつ笑顔で過ごせる社会実現するべく医療 AI をどんどん普及していきます、うん、なるほど、医療 AI の最先端として、そうですね、まあ、やっぱ誤診というのはどうしてもつきものですので、はいはいはい、そういうのをどんどん防いで、まあみんなまあ、好き放題いけれるようなそういう社会になればいいかなと思って、まあ、いろいろ取り組んでいます、入試のね英文にパリさんが書いた論文が出題されるとかもあり、僕の論文すでにも百数十回ぐらいも引用されていて、最近は COVID-19 検出論文とかにも2回も引用されていましたね、だからある意味社会には貢献できてるんじゃないかなと思いますね、すごい、入試問題にね、英語の問題で出会う可能性は十分あると思うんで、そうですね、それ出た時にね取り上げますから、そしたら動画撮りましょうね、これね来ましたよみたいな入試問題フランで出題されましたよやったらね、いや結構これ面白いかもしれないですね、はい、はい、そう、医学部とかで出るかもしれないですね、そうですね、ただ僕がまあ日本の永住権を取って自分の未来を切り開いたように、行動すれば君の人生も変わるので、どんどん行動して俺らの好きな未来を引き寄せよう、そして
みんな、まあ、ハッピーになろうよ。おぉ、いい感じになりました。ということで、今回は彼氏さんにお聞きいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.